今回ですけども、友人が変なクッションを使っているので動画を回しています。こちらですが、通販で人気のクッションのパクリ品みたいなもので、卵を置いて座っても卵が割れないクッションみたいです。体圧を分散させるので、卵にも圧力が加わらないということなんですかね。ちょっと面白いので、こちらを試してみたいと思います。こちらのクッションですね、今カバーを外した状態ですが、座り心地の方はすごく良くて、通気性もいいみたいですね。腰痛、座骨神経痛、痔などにもいいらしいです。では一応ね、友人のものなので、こんな感じで卵を置いて座ってみます。卵が割れなければ私も購入したいと思います。ではね、座ってみます。いきますよ、今大丈夫？はい。今映ってる？映ってます。こんな感じでマジで割れないですね。では今度はジップロックに入れてない状態で、卵素の状態で座ってみたいと思います。もうおそらくね、先ほど割れなかったので割れないと思います。マジで割れてないですよね。マジで割れてないですよ。ではですね、こちらですけど、生卵なので、ゆで卵じゃないので、卵の方ね、割ってみたいと思います。こんな感じでね、生卵です。さすがに卵は割れるだろうと思ってやってみましたが、本当に割れませんでした。嘘ではないので、気になる方は Amazon で購入してください。2000円くらいからたくさん売ってます。座り心地も本当にいいので、デスクワークや運転席など様々な場所で使えると思います。はい、こんな感じで今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。